2016年11月3日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1660話、自動思考。大学の時の講師が、とあるホテルで幽霊を見たと言ってたな。戦国時代ぐらいの幽霊が数体、抜きにも散ってるやつもいたそうだ。金縛りで体が動かず、幽霊見るのも初めてで焦ったらしいんだが、学者らしい思考が自動でダーッと頭の中を駆け巡った途端、実に嫌そうな顔をして幽霊たちは消えたと言ってた。安価な鎧装束だな、時代はまるまるくらいか。刀も名のある刀工のものではないし、お修羅はどこの藩のものだ、なお名の霊兵糧見せて、の、くれくれ。どこの戦いでどうやって戦死した?あ、消えた。次は縄文戦士時代がいいなぁ。資料少ないし。961。それに近い感じだな。兜と胴丸が合ってないので、戦場泥棒だな。調べてみたいな。以後、分解手順が自動思考。刀はあんものだな、刃こぼれしてる。あぐら曇りか?手入れが悪い。以降手入れ手順が自動思考。ついでに調べてみたいな。以降分解手順が自動思考。調べたい、調べたい、取り殺されたら手に取れるかな?死んだら時間あるからな、断られてもくっついて説得したら調べさせてもらえるだろう。あ、でも発表できないな、惜しいな。いや、発表より調べる方が重要だろ。本物を手に取って調べるなんて千載一遇の機会だからな。ラッキーかも、おお、調べたい。思う存分分解したい。てな考えが自動的に次々浮かんだそうだ。今思うと完全に現実逃避だったと言ってたけど、幽霊たちは実に嫌そうな顔をして消えたんだと。似たような話だが、自衛隊にいた時に上官が旅行先のホテルで急に本軍の幽霊に遭遇した。ベッドで金縛りになり、じーっと見下ろされてたらしいのだが、上官は、ああ、無念の戦死を遂げられたのだな。舞台はどこだろう。階級は、五丁?いくら英霊といえどこの俺。上官は1位、昔で言う大尉。お見下ろすとはけしからんな、などと考えていたら、申し訳なさそうな顔をして消えていったそうだ。ネットで見つけた怖い話。第1661話、行方不明になった大叔父。俺の体験した話、かなり長くなってしまった。もう100年は前のこと。父方の祖母には2歳離れた兄、俺の大叔父がいた。その大叔父が山一つ越えた集落にいる親戚の家に、両親に頼まれ届け物をしに行った。山一つといっても、子供の足で朝一に出発すれば夜には帰ってこられるくらいの距離。歩き慣れた山道で、大叔父はいつも朝一に出て、夕方ちょっと過ぎには帰ってきていた。しかしその日は、夜を過ぎても大叔父は戻らなかった。向こうの親戚の家に厄介になっているのだろうと、両親はあまり心配もしていなかったが、2日たち3日経ったところで、そろそろ畑仕事も手伝ってもらいたいからと、親戚の家に大叔父を迎えに行った。が、大叔父は親戚の家にいなかった。いないどころか、来てもいなかった。慌てた両親は、自分の村と親戚の集落の人に頼んで、両方から山借りをした。しかし、大叔父は発見されず、行方不明として処理をされた。祖母10歳、大叔父12歳の夏だった。そして月日は流れ、俺がまだ鼻垂れ坊主で、ファミコンが出るちょっと前の夏休みのこと。とうこと小4だった俺は、友達3人と一緒に朝から山へクワガタを取りに行った。そのあたりの山は一族。と言っても、親父を含めその兄弟。で所有している山。だから普段からよく遊んでいた。迷ったことは一度もなく、その日も奥へ奥へと進んでいった。最初のうちは4人仲良く虫を取っていたが、やはり虫の大きさで争いが起こり、自分だけででっかいの取ってやる。となり、それぞれがバラバラに虫取りを始めた。木を蹴り飛ばしたり、登ってみたり、根源を掘り返してみたり、
夢中になって虫を探していた。太陽も真上になり、お腹も減ったし、そろそろ一度戻ろうかとあたりを見回すが、自分がどこにいるのかわからない。まあ、小さい山だし、下っていけばそのうち知ってる場所に出るだろうと、斜面を下っていった。が、日が傾きかけても一向に下山できず、歩き疲れるわ腹は減るわで、歩くのを止めその場で泣き出した。すると、突然目の前に男の子が現れた。本当に突然、パッと現れた。それに驚きながらも、人がいたことに安心した。見た感じも自分よりも少し大きいくらい。なんだ、迷子になったのか。短くそう言うと、その男の子は俺の手を引いて歩き出した。手を引かれながらお互い自己紹介をし、話をしながら少し歩くと見覚えのある道に出た。ここまで来ればわかるな。その言葉にうなずき、ありがとうと言うと、まるまる。祖母の名前、によろしく。と、男の子はまた山に戻っていった。なんでまた山に？と不思議に思いつつ、暗くなっていく中で家に帰った。家に帰り、実家の隣に住んでた祖母に今日あったことを話した。すると、最初に書いた内容を俺に話してくれた。そして次の日、祖母に連れられ墓参りに行った。終わり。と、ならないのがこの話。まだ続きがある。さらに月日は流れ、去年の夏、小5の息子が夏休みということもあり、家でダラダラと過ごしていた。そこに、暑さでイライラしていたのか、俺の嫁から外で遊べと雷が落ちた。昼飯を食べた後、仕方なく息子は 3DS を握りしめ自転車にまたがり、友達が集まっているであろう図書館へ行こうとした。が、何を思ったのか、息子は自転車に乗って九段の山へ向かった。名前を呼ばれたから、と後で言っていた。それから夕方になった。が、17時になっても息子は帰ってこない。友達のとこで時間を忘れて遊んでいるのかと、あちこちに電話したがいない。町内も探してみたが、全見つからなかった。19時になっても戻ってこなかったので、警察に捜索願いを出そうとしたとき、やっと帰ってきた。怒鳴る嫁を尻目に、息子が俺に言ってきた。丸抜くん。大叔父の名前。が、たまには墓参りに来いって怒ってたよ。その名前を聞いて、昔の記憶が蘇る。この30年忘れていた。さらに息子は、昔助けた恩を忘れたか。って言ってた。パパ、山で迷子になって鼻水したたらしながら泣いてたんだって？だせー、わら。固まる俺に、嫁がどうしたの？丸抜くんって誰？とやつぎぎそうに聞いてくる。まあまあとお茶を濁し、晩飯を食べて久しぶりに息子と風呂入って詳しく話を聞いた。いわく、家を出たら、山の方から何度も自分を呼ぶ声が聞こえた。なんだろうと思って行ってみたら、着物みたいの着た。見たことない男の子がいた。一緒に遊ぼうと言うから遊んだ。そしたら、パパのことを知ってるみたいで、いろいろと昔の話を聞いた。よくこの山で遊んでたこと、迷子になって鼻水したたらしながら泣いてたこと、親に反発して山でタバコ吸ったけど、気持ち悪くなってゲロ撒き散らしたこと。などなど、おおよそ俺が山でしたことをいろいろと聞いてた。話が面白く、聞いたり質問したりしていたら帰りが遅くなってしまった。合流したとこまで送ってくれて、最後に、〇〇がうちの孫は誰も墓参りに来ないと嘆いている。助けた恩を忘れていないなら、〇〇の墓参りに来いって言ってた。話を聞き、そういやばあちゃん死んでから墓参り一度も行ってないなと思っていたら、その夜、夢に大叔父が出てきた。12歳の姿の大叔父に正座させられ、小さくなりながら説教をされ涙目の40男。次の日、遅まきながら嫁と子供たちを連れ墓参りに行った。おしまい。長々とすまんかった。ネットで見つけた怖い話。第1662は、俺が本当は男なのか女なのかわからない。書き込んでもいいのか微妙だし、白昼夢かもしれないんだけど。変な体験をして以来、
俺が本当は男なのか女なのかわからないんだ。まず、生まれた時は、おそらく、男だった。今残ってる写真が男の写真だからだ。で、中学2年生、大学3年生までの記憶がおかしいんだよ。A ルートと B ルートがある感じというか。まず、A ルート。これは普通に男として生きた記憶。普通に男友達とバカして、音ゲーやって回電まで撮って、夏には草津旅行で露店にも入った。はっきり男だった。彼女いたし、次が問題の B ルート。俺は、女だった。なぜかそれを普通に受け入れてた。見に行ってファッション誌を愛読してて、スキンケアとか化粧品とか、中学の頃からすごい気を使ってる割とおしゃれ気のある女子だった。高校生までは古着好きで、ショーパンカラータイツとか、割とボーイッシュな感じ。大学に入ってからはレイクタウンとかでもよく女友達と買い物したし、好きなブランドも覚えてる。A ルートでの彼女とは親友だった。で、ある日突然 A ルートの俺に戻ってきた感じ。あ、ちなみにルートごとに名字は同じで名前が違う。周囲の人間は同じ。普通なら妄想で済むんだろうけど、一番の問題は、男女の違いをはっきり自覚できてることなんだ。普通の人がわからないようなことまで。男は性欲ありきで生きてて、基本的に悩みが少ない。多分男の脳はすごくストレスに強い。甘いものがあまり食べられず、ラーメンとか好きだった。大宮の二郎いいよねってぐらいに。あと散歩が好きで、家にある iPad で地図とストリートビューを見てるのも好きだった。ファッションも基本受け身で、彼女に言われてやっと FINE、ボアイエスって雑誌を読み始めたくらいだった。女の違いはまず肌で、男児と比べてすごくケアが必要だった。俺は、女児にはこまめなケアを心がけてて、朝晩必ず2回の洗顔、化粧水以下薬、ボディクリームを欠かさず、日中はできる範囲でケアしてた。リピしてた化粧品とかもはっきり覚えてる。大学入ってからは豆乳イソフラボンのシリーズを使ってた。ストレスに弱く、辛いことがあればたまに泣いてた。地図、というか方向感覚に弱くて、携帯のナビは欠かせなかった。あと、甘いものが好きで、女友達とケーキ屋のカフェによく行ってた。好きだったケーキも覚えてる。そしてラーメンは嫌いではないが脂っこいのは嫌いだった。考え方も行動もまるっきり男児とはいくて、そこだけ切り取ったら別人だと思う。なんかうまく表現できてないな。突っ込まれればしっかり答えられるんだけど、ちなみに、生理の痛みとか寝玉の痛みだとか寝玉のが痛いよ。生理あれは男で例えると、空腹時に強力な薬飲んでくる胃痛と吐き気あるじゃん。あれの強力なのが下腹に来る感じ。男で例えられるのはそのあたりの表現しかない。片方のルートにいるときもう一方の子には会えるの？会ったときの言動はそのルートの自分そのものなの？それとも別の人格が入ってるの？404、会えない。両親も一緒だしね。それに、あくまでどっちも俺。私。来るはどっちが気持ちいいんだね。407、まあそこだよな。でも残念ながらXしたのは男児だけ。女児は別に、そうしたい、と思える相手がいなかったのよね。比べるにしても、男と女とでは気持ちよくなるメカニズムがいくて、男はそれこそバッと出してシュッとしてギュッとする、なんというか通過するようにしても気持ちよくなれるけど、女だとかなり複雑化してる。まず気分が乗らないとやらない、やる気にもならない。で、段階を踏むようにしてく。ちなみに胸は自分でしても良くなかった、のでメインは下だったけど、で、しばらくすると息が出てくるから、そこからは少しだけ指入れたりしながらる。ちなみに同じはわざと絶頂しないのがほとんどだった。あれ疲れる。気持ち良さの質は、正直あんまり変わらないよ。ただ、男が絶頂する。良さ。が60だとして、女が100。って感じの違いだった。つまり、限界が違うってこと。多分男でも出した後そのまま無理やり続けたら100まで行くんじゃないかな。俺は、くすぐったくて無理。それとこれは豆だけど、同じの俺に言わせると、電話はダメ。
多分あれが通じない女はいないと思う。ちなみに、濡れるって感覚は実は男のそれとあまり変わらん。気づいたら濡れてて、あんまり自覚はない。あーごめん、409。1、ルートが分岐した瞬間に何がありましたか ?2、B ルートの中に以前の自分の記憶は存在しないということですか?なぜか自分は日本語を習得しているという状態 ?3、ルートの分岐が終了した瞬間に何がありましたか ?B ルートの自分は瞬間移動のような感覚 ?411、ない。口述する、に、ない。突然中に。でも違和感を覚えなかったし、友達関係とかはあまり気にせず、自然と女子の輪に入れた。若干挙動不審にはなってたかも。違和感を覚えなかった理由は謎。3、ある日突然 B ルートの記憶が A ルートに乗っかってきた感じ、でも妄想にしては知り得ないことも多かった。とある女友達から同じにされた相談とか、事実確認済み。だから明確なルート分岐の瞬間はすごいふわふわしててよくわからない。ルート別に時事に違いはないん。地震とかさ。414。ない。ただ、男地にした大きな怪我は、同じにはしなかったかな。すごく面白い。学校とか、専攻とかは違わないの。416。同じだった、高校大学どっちも推薦で一発ドン、大学入ってからやったバイト先は別だった。A ルートではゲーセンの店員で、3年の時に閉店した。B ルートでは喫茶店の店員だった。B ルートの喫茶店は今も大宮にあるけど、確認しに行ったら女性の店員は一人しかいなかった。B の時は自分含めて二人。ただ、A。ルートの女性の店員さんと B ルートの女性の店員さんは別人だった。あ、時系列だけど、今大学4年生です。背の高さとか顔は同じ似てる。418。背の高さは違う。男地170で、女地 159.9 だった。顔は多分比べたら、もしかして兄弟?って感じだとは思うけど、そっくり。って感じじゃないかな。今はもうはっきり覚えてる、とは言えないけど、我ながら可愛かったはず。肌超綺麗だったし。あ、大学のイベントでキャリーパニョパニョコスにメイクしたら似てるって言われたかな。キャリパニョメイク濃くて参考にならんかもだけど、ちなみに今の俺は、ブサよりの普通面、マジで共通点が目しかない。中学2年生、大学3年生って8年ほどか。それくらいあればちょっと昔の思い出話をする機会とかも結構あると思うんだが、B ルートにいる時の自分はそれができなかったんだよね。昔の思い出がないって自分は記憶喪失かも?とかその間思わなかった?420 思ったけど、多分自分はそういうものなのだ。って気持ちが強くて、あまり気にしなかった。そんなこと気にするよりもその時実に重ねてた毎日が楽しかったしね。小学校の同窓会の機会もあったけど、断った。中学も半ば過ぎてたし、何か聞かれても、小学校の頃とかもう昔すぎて記憶ふわふわしてるよ。って言えば。何それ。まだ4年も経ってないよ。ら。って感じで終わってた。むしゃくしゃしてるからごめんね。嘘つけハゲ、つまんねえんだよ。422。他に言ってくれっかい?申し訳ない。タイミングが勝ち合っちゃって、書き慣れてる感じの得意げな書きぶち〇〇〇〇〇、こういうやつがむしゃくしゃして通り魔とかやっちゃうんだろうな。そうだね。二日も引っ張るネタじゃなかったかもしれない。ごめんよ。これで消えるよ。ただ、一応なんかほら、精神病の類なのかと勘ぐって病院には行ったんだよ。そしたら中央線沿いにあるとあるメンタルクリニックを紹介されて、正直に話した結果が一応ある。半年かけていた先生の言葉を要約すると、私がそれをはっきり妄想かそうでないか区別することは難しい。あなたが現実に知り得ないことでも、何かの拍子に情報を得て、それを自分の中で妄想とごちゃ混ぜにしてる可能性もある。ただ、私は、あなたがひどい妄想癖の持ち主だとは思えないらしい。病名は一応つけられたけど、
先生も俺も 100% 納得してつけられた病名じゃなかった。ちなみに、性別位は、らしいよ、あくまで妄想なら。それと、書き込み慣れてるって感じるのは、別に俺は、普段を書いたつけなわけじゃないけど、音ゲー板とか特撮板とか見てた。書き込みしてた。からだと思う。すごくうさんくさいのも自分でわかってるから、彼女と病院にしか話してなかった。まあでも2チャンネルならうさんくさい話も許されるかな、と思って書き込んだ次第よ。あと最後に、A ルートに B ルートの記憶が合流してから、よく友達とかに、性格変わったね、とか言われることが多くなった。趣味思考は確かに変わったと思ってる。なんというかちょうど中間みたいな、服装とかもユニセックス？そんな服装メインになったし、今使ってる石鹸は B ルートで一番のお気に入りだったる SH の石鹸だし。俺の打分に付き合ってくれてありがとうな。少しすっきりしたわ。一応このスレの間はたまに覗くようにするから、気になる質問があれば返すよ。俺としても、事実なのかそうじゃないのか知りたいんだ。あ、ごめん、読み返して気づいたこと訂正させて。1. A ルートに B ルートの記憶が乗っかった。って表現したけど、なんというか、正確には違う。例えるなら、A ルートの9月16日16時に、B ルートの中学2年生5月大学3年生9月16日15時59分までの記憶がいきなりビデオの早回しみたいに流れ込んできた感じ。だから B ルートのことのが A ルートのことより覚えてることもある。古い記憶とかは B ルートのが殲滅かも。に、逆に金玉の痛みを女性的に表現すると、多分膣を内側から打撃する感じに近いような。というか金玉の痛みは女性で表現するのは無理。だから女性は絶対に理解できないと思うよ。ただ、張ってる時の胸が揺れる痛みと、金玉をノーガードで激しくブラブラさせた時の痛みは似ている。気持ち程度に。今度こそさらばだ。ネットで見つけた怖い話。第1663は、メイト人形、4分の1。もうすっかり夏ですね。ではとっておきの怖い話を。からのコピペ、去年の夏の約1ヶ月のことを書くから少し長くなる。気の長い、暇なやつだけ聞いてくれ、信じる信じないも読む人の自由だ。だけど、この話は俺が去年の夏、確かに経験したことだ。去年の夏、姉の旦那の実家に遊びに行った。海も近いし、静かないいところだった。旦那はといえば3ヶ月の単身赴任で、その夏もお盆の時に帰ってきただけだという。岐阜ボトリアに夫婦の住む母屋は別にあり、だから俺にとっては、姉と、それぞれ8歳と5歳になる姉の息子と娘だけの、いわば気楽な夏だった。ある日の夕方、廊下でメイとすれ違った。よく見ると胸に一体の見慣れない人形を抱いている。日本の抱き人形で、少し色があせてはいるが、まだ十分、遊べそうな人形だった。母屋からでも持ち出してきたのだろうか、俺は軽い気持ちで聞いてみた。けれどそれには答えずに、メイはとっとと自分の部屋に入ってしまった。いつもは素直ないい子なのに、何かいけないことを聞いただろうか、俺は。夕食の後、先の気まずさを取りなそうと、またあの人形を話題にあげて褒めあげた。すると流しで洗い物をしていた姉が耳ざとく聞きとがめて、改めて娘に問いただした。一瞬しまったかな、と思ったが、どこかで拾ってきたのならダニでもついてたら大変だ。罰の悪さをそう思い込むことにして、俺も姉と一緒になって問いかけた。しかしメイは、がんとして口を割ろうとしない。そこへ傍らでテレビゲームをしていたおいが会話に入ってきた。その人形、近くの〇〇神社から持ってきたものだという。ちょうどその時、おいは神社の奥の森で友達と虫を捕まえていたので、一部始終を見ていたのだと得意げに言う。そこでおいはしまった、という顔をした。何でも神社の奥というものは神様が住むところだから入ってはいけないものだという、まして生き物を取るなどは、ということらしい。
特にあの神社は地元に古くからあるものだから、と姉は付け加えた。わ、その神社は姉の家から子供の足で20分くらいの山の中にある。山の中といっても斜面を石段が続いており、中腹のあたりに神社の境内が開けている。相当古くからあるらしく、姉の義父母が子供の頃からすでにあったそうで、いつからあるのかはよく知らないということだ。何やら由緒ありげな神社だが、神主、管理者は常駐しておらず。普段は町の方に住んでいるそうで、何かの用事の時にだけ上がってくるらしい。その神社、俺もここへ来た最初の日に散歩がてら散策してみた。境内のの右手を入ったところに、左右と背面を置いた、前面を木でできた格子で囲った、幅120、高さにして160くらいの物置みたいなものがある。格子の上部は40ほど開いていて、そこから浜屋や内は、お札、中連縄、それから人形、ぬいぐるみと、普段ゴミと一緒に捨てるには、なんとなくはばかられるようなものが入れられている。おそらく、歩き回った日に神主の立ち会いのもと、処分されるのだろう。どうやら姪は、そこからあの人形を持ち出したらしい。信じに疎い俺も姉と顔を見合わせて、やれやれ困ったことをしてくれた、と思った。に、すぐに神社に返さなければ、とは思ったがすでに日は落ちている。田舎の夜は暗い。それに石段の登り口までは街灯もなく、車一台がやっと通れるような道だった。だから翌朝、朝食を食べる前に、姉と俺、そして姪と三人で行こうということになった。その間、姪は四十無言だったと記憶している。夜中、姉に割り振られた部屋で俺は寝るでもなく、起きるでもなくうつらうつらと天井を見ていた。するとスーッと襖の開く音がした。さすがに田舎の夜の静かさの中で視観していた俺はビクッとした。襖の方を見ると、小さな黒い影が立っていた。おいだった。ほ、おいは枕元で、隣の部屋で話し声がする。お母さんを起こしても起きないという、妹がいないとも。姪は自分の部屋は持っていたが、夜は母親の部屋で共に寝る。その部屋に姪がいない、真夜中だぞ。俺とおいは隣の部屋、つまり姪の部屋へ様子を見に行った。部屋の前に来て耳をそば立てると確かに話し声がする。腰にしがみつくおいが妹の名を呼んだ。途端話し声がピタリと止まった。そーっと襖を開けた。姪が真っ暗な中、膝に何かを置いていた。入り口の電灯のスイッチを入れた。膝に置いていたのは、あの人形だった。姪は眩しそうに、半ばボケた顔をしてこっちを見ていた。俺とおいは、しばし呆然と立っていたが、とにかく姪を姉の部屋に送ることにした。姪の布団をめくり、姪をその上に寝かせると、さすがに姉も目を覚ました。俺も気がつかなかったが、姪はあの人形を持っていた。その髪の毛の感触にびっくりしたのだろうと思う。姉は小さく悲鳴を上げると、姪の手から人形を取り上げると、放り投げた。人形は壁に当たりボタッと落ちた。俺のいる角度から見ると、落ちた人形は姉のことを睨んでいるように見えた。え、怪談話が好きで、いろいろ聞きかじったし、あちこち突もした。だから虚実含めて大抵のことには驚かないつもりだったけど、その時は、何か本当にヤバいんじゃないかと思った。何か本当に良くないことが起こるんじゃないか、と。正直、怖かった。できれば荷物まとめて東京に帰りたいほどに。と、あまり寝つけないまま夜を過ごし、翌朝起きると昨夜の計画通りに俺たちは神社に向かった。例の箱の前に立ち、姉は姪を促した。意外にも姪はすんなりそれに従った。多少は抵抗するとも思ったのだが、その前で手を合わせ、社の前でまた手を合わせて、俺たちは神社を後にした。その日姉は、明日は姪の幼稚園でお泊まり保育があるというので、町まで新しいパジャマを買いに姪と出かけていった。俺とおいは二人でテレビゲームをして過ごした。姉が用意しておいてくれた昼食を食べた後、俺たちは再びゲームに興じた。と、突然、二階のトイレで水を流す音がした。その家は一階と二階それぞれにトイレがあった。姉と姪は出かけている。おいは今、目の前でゲームをしている。俺はおいをそこに残して二階へ様子を見に行った。
トイレのドアは少し開いていた。だが中身は誰もいない。念のため他の部屋も調べてみたが、やはり誰もいない。あるいは前に入った時に、水洗のコックが不完全に戻っていたか。昨夜のことがあったから、妙に神経質になっている。こういう時こそ判断を誤る。まず第一に合理的、科学的に考えること、直感で物事を判断してはいけない。やがて夕方になり姉と姪が帰ってきた。二人とも別段変わった様子はない。夕食の際、姪は妙に口数が少なく、また姉も姪も少し食欲がないようだった。そのことを問うと、何でも二人とも口内炎ができていてしみるんだそうな。姪の口を開けさせて見てみるとなるほど、鉄内に赤い血膨れのようなものがいくつか見受けられた。昼に何か刺激物でも食べたのかと重ねて問うと、ざるそばだと言う。夏の疲れが出たのだろうと姉は言うが、二人同時にとは、何か釈然としないものを感じながら、その日は終わった。翌朝、朝食の折に姉の顔を見ると、首の下、鎖骨のあたりに赤い斑点がいくつもあった、毛細血管が浮き上がったような、小さな蜘蛛の巣のような斑紋だ。さらによく見ると、袖なししのブラウスから覗く二の腕にも同じような斑紋がある。俺は結構な酒飲みで、健康診断の際にはいつも肝臓を指摘されるので知っている。蜘蛛状血管腫、血管の塊である肝臓が詰まることで、血液が他の経路へバイパスするために起こる症状らしい。しかし姉は酒は一滴も飲めない。また、これまでに一度も肝炎などを指摘されたことはないはずだし、輸血をしたこともないという。姪は今朝はおとなしく食べ物を口に運んでいた。口内炎はもう引けたという。昼近くになり、しきりに体のだるさを訴える姉は、姪を幼稚園に送りに出た。姉たちを玄関で見送った後、俺はおいとぶらりとそのあたりへ散歩に出かけた。まだ暑い夜の盛りだったが、太陽の下を、雑貨屋で買ったアイスなどを頬張りながら歩いていると、まさに日本の夏休みという感じだ。水田に広がる青い稲穂が風に揺れて涼しげだったと覚えている。何の気なしに足があの神社の方に向いた。長い石段を登り、社の前に立つと俺は小銭入れから五円玉を出し、おいにも渡して賽銭箱に入れると手を合わせた。その後、あの箱に向かった。人形がなかった。様々なものが捨てられた。その一番上に置いたあの人形がどこを見てもない。俺は老いを連れて家に戻ることにした。帰ると姉はすでに戻っており、日当たりをしたと言って、茶の間で横になっていた。姉の家と言っても、おものいない部屋を他人が勝手に覗くのも気が咎める。俺は老いに頼んで姪の部屋を調べてもらうことにした。あの人形がないかどうかを。15分ほどで老いは戻ってきたが、おもちゃ箱から押し入れまで探したけど、人形などないという。それならばそれでいい。だいたい、昨日は町へ買い物、今日は幼稚園なのだから神社に行く時間などあるわけないのだ。それよりも今考えなくてはならないのは姉のことだ。俺は人形のことは考えないことにした。姉のところへ行くと自室で休んでいるよう流し、明日にでも病院に行くことを提案した。それで俺のできることは全てだった。料理も洗濯も家事は何もできないに等しい。結局その日の夕飯は老いと店や物をつつくことになった。夕食を食べ終わるとほどなくして電話が鳴った。出ると姉の旦那だった。彼は3日おきに電話をかけることにしている。俺は一瞬、姉のことを言おうか迷ったが、出先の相手に心配をかけるのも悪い。夫婦の間で必要なことなら、姉自身が話すだろう。姉に代わると互いの近況報告が始まったようだ。受話器を置いて、姉は再び自室に戻っていった。漏れ聞こえてきた会話の様子から自身の身体のことを話した様子はないようだった。は、翌日、朝食を取ったらすぐに俺の運転で病院に行くことにした。そして診察を終えたら、その足で姪を幼稚園へ迎えに行く。そんな段取りだった。しかし病院では意外と待たされた。総合病院という大きな病院はこの辺りではここしかないからだろう。最初に通された内科では結構な人が待っていた。
姉は電話機のところへ行くと、幼稚園にかけ事情を話し、少し迎えの時間が遅れること、それまで少し預かっていてほしい旨を伝えた。ようやく姉の名前が呼ばれ、彼女は診察室に入っていった。20分ほどで出てきたが、今度は検査室で採血とエコーだという、本当は採血から触診、心電 CT と一通りのコースになっているらしいのだが、事情を話し少し薪を入れてもらったそうだ。やはり疑われるのは肝臓だそうだ。それと何らかのアレルギー、肝臓の持病の有無と最近の食事をまず聞かれたそうだ。採血はともかく、エコーは時間がかかった、念入りに、ということだろう。検査が終わり、薬局で何かの薬をもらうと、俺たちは急いで幼稚園に向かった。検査の結果は週明けということだ。確かその日は週の中頃だったと思う。か、幼稚園に着き教室に入るとメイが先生に本を読んでもらいながら昼寝をしていた。姉を見て二人は立ち上がると互いに挨拶を交わし、姉は遅れたことを詫び、先生は昨日のメイの様子を報告した。その中で気になることがあった。先生が夜中、見回りのために起きるとメイの布団が空だったそうだ。驚いて他の先生方を起こしてトイレや他の教室を探したが見当たらない、全員青くなったそうだ、それはそうだろう。結局、メイは見つかった、幼稚園の門のところに一人でぼーっと立っていたそうだ。先生は詫びるとともに、きっと寝ぼけたんでしょう、と笑いながら言ってはくれたが、俺には姉が眉を潜めるのがわかった。帰りの車内では姉もメイも口数が少なかった。徘徊癖でもあるのだろうか。この子は、幼い子が自立するとき、一時お寝床したり、そんな癖が出るということを何かの本で読んだことがある。同時に俺が離婚する前、実はバツイチ。娘がちょうどメイと同じくらいの年のとき、義父が死んでちょうど四十九日になる日の夜中、やはり同じようなことがあったのを思い出した。その時は 2DK の狭いアパート、探すまでもなかったが、娘は玄関の前に立っていた、ドアの向こうにじいじが来ていると。よ、家に着くと、おいは茶の間で寝ていた。クーラーがよく効いていて、おいはゲームのコントローラーを握ったままぐっすりと寝ていた。コントローラーを離し、タオルをかけてやろうと思いおいの傍らにかがみ込んで気がついた。その方に一筋、髪の毛が張り付いていた。癖のあるおいやめいの髪の毛ではない。また薄く茶色染めた姉の髪の毛でもない。ましてや短く刈り上げた俺のものではない。ショートカットくらいの黒い、太めの髪だった。それを手で笑ってやると、コントローラーをしまい、タオルをかけてやると、その場に座り直し再び姉とメイのことを考えた。再度頭をもたげてきた人形のことはなるべく考えずに。だ。しかし考えの途中で、ふと思い当たることがあった。ダミアカビの中には、アレルギーを誘発したり、内臓に損傷を与えるものがあることを思い出したのだ。それがあの人形に付着していたとすれば、十分に考えられることだ。幸い学生時代の友人に芳香剤の開発室に勤めている奴がいた。かなり畑は違うが顕微鏡くらいはあるだろう。そいつに頼めば調べてくれるかもしれない。元から楽天的な俺は安易にそう結論つけた。しかし、返せないのはなぜ、口内炎を同時に管理しかも、メイは一晩で収まり姉は、まだ続いているのか。抵抗力の問題か、それなら子供の方が低い気がする。あるいは体質か。とにかく、あの人形からサンプルを取らなくてはならない。昨日はなかったが、明日もう一度よく探してみようと思った。まずは来週の検査の結果を待って、必要ならば友人にそれを送ろう。雑貨屋でグンテトピ。2セットも買った方がいいかもしれない。メイト人形、4分の2、に続く。ネットで見つけた怖い話。第1664は、メイト人形、4分の2、メイト人形、4分の1、の続き。で、その日俺と姉は昼飯も食っていなかったが、もう夜は傾いていた。姉はだるそうであったが、強いて子供たちのために夕食を作った、
この余計者のためにも、肩身の狭い思いがしたが、今はこの親子の側にいた方がいい気もする。そして検査の結果次第ではギアニにも話を通した方がいいかもしれない。そこまで考えて俺は旗と気がついた。おもやはどうした？まず姉の義父母、ギアニたちに相談すればいいではないか。その晩、なぜかおいが一人で寝るのを非常に嫌がって、結局俺の部屋で一緒に寝ることになった。俺に当てがわれた部屋は2階の真ん中の部屋。2階にはこの部屋の両脇に、一つは半ば何度代わりに使われている4畳くらいの部屋が一番奥に。もう一つはギアニが書斎として使っている部屋が階段寄りにある。おいとめいの部屋、それから姉夫婦とめいの寝室は1階にある。建売りではない、設計士がギアニと相談しながら図面を引き。地元の大工が建てた割合としっかりした作りの家だ。建ててまだ10年経っていない。その家がかすかにだが揺れ出した。地震、小さいが確かに揺れている。まだ起きていたおいが布団から飛び出して、しがみついてきた。そう、結構長く揺れが続いたような気がしたが、実際には10秒くらいではなかったろうか。俺もあの地の底のうなりのような地震というものは嫌いだ。揺れが完全に収まると、俺はまた一昨日の夜と同じように、おいを腰にまとわりつかせて開花に姉たちの様子を見に行った。部屋の前に立ち襖を軽く叩いた、応答はない。そっと開けてみると、姉も姪も寝ていた。小さくはあったが、かなり小刻みに揺れていたはずだ。二人ともよほど疲れているのか、眠りが深いのか。襖を閉めて、茶の間に入るとカーテンを開けて母屋の様子を伺った。この家と母屋の位置関係は互いの家が見えにくかったが電灯はついていないようだ。念のため窓を開け庭に降りてみた。やはり誰も起き出してきてはいないようだ。もっとも震度2程度なら気がつかなくても無理ないか。でも毎年この時期になると毎年、東海沖地震が囁かれる中、静岡に住んでるならもう少しデリケートであってほしいとも思う。振り返って家の方を見る。おいが窓際でこちらを見てる。逆光で表情は見えない。茶の間に戻りおいを2階に促す。瞬きが妙に少ない。まだ怯えていた。おいも俺も。途端東京に帰りたくなった。娘と、二人の息子に会いたくなった。おいと二人、再び布団の上に横になった。昼間のことがまだ頭の中に残っていて、念のため、おいに聞いてみた。あの人形のこと、何か知らないか。あるいは、あの人形、どこかに移動しなかったか。おいを疑っているわけではなかった。ただ念のため。昼間、頬にあの髪の毛が張り付いていたのが気になっていたから。あるいは人形の件はおいの質の悪いいたずらか。みんなが、いやこの時点では俺とおいだけだったか、疑心暗鬼になっていた気がした。おいは、知らないと言った。あの人形には触りたくないとも。俺も同感だよ。翌日、俺は神社に行った。かなり探したが、やはり人形はなかった。あるいは猫が加えて、縁の下にでも持ち込んだか。そこまで探した。真の三柱。すまん感じが出てこない。この下にもあったのかどうか、そこまで確かめる余裕はなかった。ただ帰り際に古びた板に書かれた、この神社の祭り神を読んだ、元さんおみこと、くしいねだ姫みこと、それともう一つ、読みが全くわからん、毒邪気神みこと、毒邪気神のみこと。この読みがわからないため、俺たちは結局苦労した。ね、肝心の人形が見つからず俺は途方に暮れた。しかし、何もあの人形でなくても、同じ場所にあったものなら同じものが付着しているかもしれない。名画どのあたりから、あの人形を引っ張り出したのかは知らないが、とりあえず俺は、箱の中に積まれているものから。上層部から一点。中頃から一点。それと下の方に格子からはみ出てる浜屋の羽に黒いシミがあったものだから、ついでにそれも、計算点それぞれの一部を切り取ってケースの中に収めた。その日、神社から帰った後、俺は母屋に行った。姉の様子を少し伝えておいた方がいいと思ったからだ。ついでに、あの神社の管理者、あるいは神主の住所も尋ねてみようと思ったが説明するのが難しい。
結局その日は聞かずに置いた。この家でスイカ落ちそうになった。身の黄色い小玉スイカだった。種が少なく、よく冷えていて非常に美味だった。姉にとっては義姉にあたる、小柄だが気さくな奥さんが、うちでは、まだスイカを井戸で冷やしてる、と半ば自嘲気味に、半ばは自慢げに言っていた。な、そう、この敷地には井戸があった。この地方は海が近いが、わさびの名産地でも知られる水のきれいなところでもある。そして水を大切にするところだ。その井戸の傍らら木でできた小さな祠、稲荷のようなものがある。毎朝その前には白米、菓子などを備えるのがこの家の決まりことだ。何を祀っているのか、まだはっきりとは聞いたことはない、が、水を鎮る神様だという。昔、この地方を悪い疫病が襲い多数の死者が出たらしい。手を尽くした挙句、原因は自ら、となったらしい。それからだそうだ、どの家でも井戸の傍らに祠を置くようになったのは。おもやおじして姉の家に戻った頃は、もう昼時になっていた。ただそれがどれくらいの昔なのかはわからない。そうめんのつゆをしたたら砂と、姉が目を叱っている。姉の顔に、以前にはない剣があるようだ。おもやの奥さんのほがらかな顔を思い出しながらそう思った。午後は本屋に行くつもりだった。この時点で俺は神秘主義に陥っているつもりはなかった。ただなんとなくあの神社の祭り神に興味を惹かれたからだ。ら、日本の神々、似たような本は何冊かあった。どれも元さんおみこと、くしいねだ姫みことの名は、あるのだが、毒蛇神みことの名は、どの本にも見当たらなかった。姉の家にはパソコンがない。仕方なくあらかじめ状況をかいつまんで知らせておいた。先の友人にネットで検索してもらうことにした。元さんおみこと、本にはもともとは出雲の地方神だったらしいが、インドの祇園信仰と融合することで全国で祀られるようになったらしいと書かれている。説明は省くが五頭天王と同一と見られることが多いそうだ。八坂神社、氷川神社に祀られる。ご利益は最悪。疫病を除くと書いてあった。くしいねだ姫の片箱時期ではくしめいたひばい、日本書紀ではきいねだ姫と書くらしい、元さんおみことの妻、有名な山田大蛇退治のヒロイン。流し目ストーリー、稲、水田の神様。元さんおみことが祀られている神社には大抵一緒に祀られているらしい、他にもいろいろ書いてあったがよくわからんし退屈だ。本を枕に寝てしまった。む。目を覚ますともう日が暮れかけて。いた。またか、といううつになる。最近、夜になるのが怖いような気がするのは俺だけだろうか。とりあえず飯を食わせてもらいに階下に降りる。姉は相変わらず辛そうだったが皿を並べている。おいがそれを手伝っていた。俺も手を貸そうとしたところへポケットの中の携帯が鳴った。東京の友人からだ。俺は通話にして庭に降りた。彼の話を要約すると、毒蛇神みことの言葉にヒットするサイトは5件にも満たなかったそうだ。しかし、この同じ静岡県にあの神社と全く同じ三柱を祀る神社があるそうだ。ただ、そちらの片破官主も常駐しており、由緒も正しいなかなかに大きな神社らしい。関係者に迷惑がかかるのでこれ以上のことは書けない。どうも五頭天王とバーナシツマカナイトの間の子、八王子のうちの誰か、あるいはその子孫の誰かのことを指すらしい。何の神なのか、何と読むのか、それ以上詳しいことは、その時はわからなかった。礼を言って携帯を切った、家の方へ振り向くと窓が開け話だったことに気がついた。うっかりしていた、蚊が入ってくる。俺は家の中に入り窓を閉めた。その晩もおいは枕を抱いて俺の部屋にやってきた。だが昨晩よりもいくらか表情が和らいでいたので、俺も少しは緊張が解けた。同時に、姪も姉と共にやってきた。さすがに姉も気になるんだろう。もしもうつる病気ならば困るから、しばらく俺の部屋で寝かせてほしいと。それならば、姉が作った料理を毎日食べ、同じコップで水を飲んでいる俺たちにとっては、科学的にはあまり説得力のない提案だとは思ったが、ここは姉の言葉に従った。今ならわかる、
当時離婚したばかりの俺は、小さな、頼りない命に担えていた、誰かを、全力で守りたかった。おいがめいの布団を抱えて上がってきた。おいにとってはキャンプな気分だったのかもしれない。この二人に限らず、親類の子供たちに会うたびに、具にもつかない怪談話をして、怖がらせては面白がっていた俺だった。だが、この時はそんな気分でもなかったし。また、そんな雰囲気でもなかった。で、俺はスサノオのオロチ退治の話をしてやることにした。今日買った本の内容を子供向きにして、今から思うと子供には十分怖いか、最初に追いが寝た。目の肩はまだ目がさえさえと、じっと天井を見ていた。次に寝てしまったのは俺らしい。夜中、顔にさわさわと顔に何かが当たる感じがして、くすぐったくて目を覚ました。こじ開けるようにしてまぶたを持ち上げた。目の前、顔のすぐ近くにあの人形の顔があった。頬に人形の髪の毛が当たっていた。人形の肩のあたりに小さな指が見える。人形の顔の、そのまた背後に目の顔が見える。目が人形を捧げ持ち俺に向けて何かを喋ってた。人形に俺を紹介してるのか？体が動かなかった。目玉だけが、ただよろよろと自由に動かせた。声も出なかった。悲鳴を上げるのは、生涯、後にも先にもこの時だけのためにとっておいたのに。目と人形、4分の3、に続く。ネットで見つけた怖い話。第1万665は、メイト人形、4分の3、メイト人形、4分の2、の続き。ここで、当時の俺の状況を説明しておく。姉の家に居候していた時、俺は離婚を機にそれまで15年勤めた会社を辞めていた。結婚と同じように、離婚もまた体力と精神力を消耗する。しかも結婚は二人の共同作業だが、離婚は一人の戦いになる。疲れていた、心身ともに。退職金は丸々元妻に渡したが、失業手当は、3ヶ月は出るのだし。前に来て、この街の風景が気に入っていたから、少し静養するつもりだった。もちろん3ヶ月丸々ここに居座るつもりはなかったが、ちょうど、旦那が単身赴任、姉夫婦にとっても悪い話ではなかった、いわゆる番犬代わりだ。断っておくが、俺は腕に自信はない、非戦闘民族だ。オカルトは好きだが、呪文など知らない、そして疲れてもいた。この状況下で俺に何ができたろう。すべてが見間違い、勘違いの世界ではなかったか。今、他人と変わりない日常を送っている俺はそう思う。あれは本当に現実のことだったのか。だからこうして書く、一つ一つ、当時のことを思い出しながら。お、話をその晩に戻す、人形は俺の顔の前にあった。俺は金縛りにあったように動けない。今まで、金縛り、手現象に出会ったことは何度かあった。だけど、まぶたを閉じることもできない。そんな金縛り派初めてだった。それに、メイがつぶやいている、この言葉は何語だ？元より西洋圏の言葉でないのはわかる。でも、中国、韓国、そんな言葉でもない。強いて言えばやはり日本語か。もう少し、日本語勉強しとくべきだった。庶民って言葉、みんな知ってるか？当時の俺は全く知らなかった。結局、そのまま人形とにらめっこをしているわけにもいかず、俺はいつしか寝てしまったようだ。まぶたが閉じれたところまでは覚えている。朝起きると俺とメイの布団の間にその人形が置かれてあった。その時、改めてくだらないことに気がついた。人形って、いつ寝るのだろうか。隣に寝ているメイもまた、目を開けてじっと天井を見ていた。この子は昨夜寝たんだろうか。昨夜のことが、夢か現実なのかよくわからないまま、おいを起こし、三人で階下に降りた。いつものように朝食ができていた。姉は首の下、二の腕に以前あの反問はあったが、今朝は心なしか気分がいいように見えた。それにメイがあの人形を抱いていることにも、何も言わなかった。むしろ、
老いの方があの人形を部屋に置いてくるように、しつこく妹に言っていた。いや、食事の後、老いがやってきて俺の耳元で囁いた。昨日の夜は怖かったでしょ、と。見ていたらしい、昨夜のことを。そこで俺は改めて、あれが夢ではなかったと思うとともに、あの人形がどうして再びこの家に来たのかを思った。あの神社に人形を戻しに行った日から、明和神社に行く時間などない。強いて言えば昨日俺が本屋に行った時か。だが明も姉も出かけた様子はなかったが、おいはその時間、学校のプールに行っていて、知らないという。明が人形を抱いて玄関を出るのが見えた。どこへ行くのかと思えば母屋へ行ったらしい。この家、母屋と反対側に玄関がある。つまり通りに面してそれぞれに玄関があるわけだ。通りに出ても互いに行き来はできるが、普段は庭を突っ切って、互いの茶の間から出入りしている。だからメイがわざわざ通りに出るのを見て、回りくどいことだと思った。そのメイが、今度は母屋の茶の間から出てきて、祖父の、彼女から見て、手を引いて庭に降りてくるのが見えた。どうやら蔵に入るらしい。人形のことは一時忘れて、俺は好奇心に駆られた。あの薄茶の土壁の蔵、俺も前々から興味を持っていたが、まだ入ったことはなかった。俺は早速老いを誘って庭に降りた。ま、蔵には普段は黒くてごつい鍵がかけられているのだが、思った通りその時は外されて扉は開け放たれていた。俺は中にいる老人に軽く会釈をすると、老いと共に中に入った。何を出すのか、と俺は聞いた。手伝いますとも。老人の話では、そんなに大層なものではないらしい。これくらいの、と言って彼は胸の前に手を広げてみせた。小さな木の箱らしい。目の方を見ながら、どこにしまったか覚えとらんぞ、というようなことを言って、またそこいらを探し始めた。おいが妹に、何を探させているのかと聞いた。目が答える、蘇民将来譜。ゴズ天皇祭文。何語だそれ？ゴズ天皇は分かったが後の言葉は分からなかった。だがメイはかなり明瞭にその言葉を言った。そしておいもまた、じいちゃん、あれ蔵に入れてるのか、罰当たるぞ、そんな意味のことを言った。じい様答えて、古いやつはな。蔵には他にも鎧甲やら長持ちやら、興味を引きそうなものがいろいろとあったが、その聞き慣れない言葉に、幾分かの肌寒さとともに俺の耳は釘付けになった。け、ソタミ将来譜、そういう字を書くそうだ。俺にとっては、その言葉、聞くのも初めてだったし、その実物を見るのも初めてだった。それを収めた箱はいくつもあった。いずれも中に収めた将来譜は大きさもまちまちだった。ただ形は断面が六角形であり、先が尖って、何かちびた鉛筆のようだった。その鉛筆の腹には絵と文字が書いてある。中には飴色をしたものもあり、その色からして相当古そうなものもある。ゴズ天皇祭文、こちらの片端将来譜の縁起を記したもの。ゴズ天皇、今は元さんを御事と同一視されることが多い。ソタミに目の方渡し、我は元さんを御事なり、そう言って去っていった風来坊。いずれも、信濃、今の長野県の国分寺が有名なので、ググればすぐ見つかるから興味がある方は引いてみるといいだろう。国分寺では、毎年1月の7日と8日にその御布が配布されるそうだ。この噂は災難を取り除く。ただし表面に書かれた言葉によって多少、その意味が違うそうだが。ふ、超難しい話は少し置く。実際、当時、友人。めんどくさいから、以後、メタギアのオタコンにするな。実際よく似てる。からの情報では、あまりに聞き慣れない感じが多く、その場ではよく理解できなかった。ただなぜ、メイがそんなものを欲しがったのか。それはじい様の次の言葉でガテンが言った。母さん早く良くなるといいな、と。なるほど、疫病に囚われていたが、病全般に効くものものだろ、この将来譜とやらは。翌日は、病院や姉の検査の結果を聞きに行く。こ、メイはその将来譜のうち、手のひらに収まるくらいの、一番小さいものを手に取ると、それを人形の帯に挟み込んだ。人形の不思議さがまた一段増した気がした。聞いたところでは、本来は将来譜というのは、
家の中、神棚や鴨居の上に並べ立てておくものだそうだ、けれどその、家では何年か前の、静岡に地震が頻発した際に落ちてきて、太い鉛筆のような尖った先端がじい様の頭を直撃したそうで、以来、箱に収めて蔵に入れたそうである。材質は主に柳だそうだが、他に切りやたらも使うそうだ。いずれ大きなやつならば、結構重かろう。クラオジスと俺は老いを連れて姉の家に戻った。姪の片刃母屋の子供と遊ぶといい、じい様と母屋に向かった。途中、井戸の横を通り過ぎる、祠にその日は桃が備えられていた。昨日は何だったろうか。家に戻ると姉が今仕方、地震があったという、結構揺れたと。確かに蔵というものは堅牢な作りのものだというが、それにしても中にはこまごまとしたものがいくらも積まれてあって、それらが語りともしなかった。先の夜のことがあったから、おいの口は開けたままになった。家なり、そのほとんどは排水口や、近くを走る高速道路などの振動が、ある特定の場所に伝わるもの、つまり一種の共鳴現象だ。だが、そうとも言えない。とても共鳴とは言えないほどの揺れを体験した人もいるという、日本にも外国にも、家なりとは違うが、昔、山に行った時、麓の河原の側で一泊した。俺たち以外に野営している者は付近にはいなかった。近くに古びた神社があった。かんぬきが差し込んであるだけだったので、面白半分に友人と忍び込んだ。しばらくしていた壁の左右、後ろを、ものすごい勢いで叩かれた。地震なのか、獣でも壁に突っ込んだのか、今もってわからない。とにかく俺は部屋に戻ると、机の上に念のために水を入れたコップを置いた。その時に、できることがあれば、とりあえずやってみる主義だ。一時間ほどして姪が戻ってきた。スーパーの袋に、母屋から桃をもらったと、いくつか入れて帰ってきた。多分祠に備えてあったのと同じ桃だろう。なぜか姪は、夕食を前にしてそれを向けとせがんだ。よく冷えた桃だったが、一つだけぬるいのがあった。祠に備えてあったものだろうか。で、その晩、コップの水に波紋は出なかった。今日も俺の部屋で寝る老いと姪は、始終、興味深げにコップの表面を眺めていた。姪は、今日は人形を持ってこなかった。部屋に置いてきたという。翌日、姉と、姪を連れて病院に向かった。病院というところは意外と病気をもらうところで、姉は姪を連れて行くのは嫌がったが、なぜか俺は目を離すのが不安で、強いて連れて行くことにした。おいは母屋に預けた。なんとなく、誰かをこの家に一人で残しておくのが不安だった。検査の結果を説明された。この時は俺も一緒に病室に入った。姪は待合室に残したが、医者の説明では、確かに肝臓が少し腫れているようだという。しかし血液検査では何も見受けられなかったとも。当時のその時点では、肝炎もなく、しかし急激な発症例からすると、肝急無視症、肝ジストマ症が考えられるという。胆管に寄生する寄生虫らしい。即、検査入院を勧められたが、事情を話して明日にしてもらった。今となっては、その判断は後悔している。家に戻り、明日の入院の用意をしているとき、姉はいきなり倒れた。俺は救急車を呼び、おいを母屋に走らせた。ギアミが到着したのは、その晩も更けようとしている頃だった。メイト人形、4分の4、に続く。ネットで見つけた怖い話。第1666話、メイト人形、4分の4、メイト人形、4分の3、の続き。あ、ギアミはすでに病院に立ち寄ってきたそうだ。担当医はいなかったが、看護師の話では、便検査が必要とのこと、便採取は姉が倒れていた間に済ませており、明後日には結果が出るとのこと。そして今は命に云々という状態ではなく、比較的落ち着いてるとのこと。それを聞いてギアミはとりあえず家に戻ったわけだ。一通り、話が一段落した後、
俺はあの神社のことを彼に聞きたくなった。場合が場合だから、俺の思ったことをそのまま聞いたならば、こんな時に何をバカなことを、と一括されるのは分かっていたから、なるべく婉曲に、世間話に織り交ぜて。それでも不快かとも思ったが、意外にもギアには話に乗ってきた。いか、ギアニの話。あの神社の奥、一般に神の場所とされているところに、井戸があるそうだ。人はその水は飲むことができない、いわゆる、神の水ということらしい。その井戸の傍らで、ギアニの同級生、当時、小学5年生くらいだったらしい、が猫を捨てたそうだ。捨てたというよりも、箱に入れて、そこで育てるつもりだったらしい。その同級生は、仲の良かったギアニに、そのことをそっと耳打ちしたらしい。ギアニも2、3日のうちにはその猫を見に行くつもりだったらしい。さ、猫に関連する話。その話、当時の地方新聞にも書かれたことなので、あまり詳しくは書けない。ただ、ギアニは、その日もその同級生が猫に餌をやりに、あの神社に行くことは知っていたそうだ。だけどその同級生は、その日、家に戻らなかったそうだ。当然、男子行方不明、学校でも朝礼でその話が出たし、新聞にも載った。両親も、いずれは見つかると思うだろう。随分長い間、その土地に住んでいたらしいけど、やがて諦めたのか、他の土地に引っ越したらしい。で、猫のことだが、箱に入れられた猫は、首が切断された状態で、箱に収まっていたそうだ。もっとも、猫の件は、新聞ネタなのか、クラスの怪談ネタなのかはっきりしないが。だから、ギアニに言わせると、あの場所は人が入ってはいけない場所だそうな。そう言われると、余計に入ってみたくなる、俺の性分。ここで、病院の話に出た肝急無視症について、雑学程度だがもう少し書いておきたい。この寄生虫、マズタニシなどの貝に寄生するそうだ。そしてその貝を食べた鯉や船などを加熱せずに食べると、人間を宿主として胆管に止まる。潜伏期間は6から8週間くらいだそうで、発症しても初期の頃は自覚症状がないことが多いそうだ。ただし重度になると死亡するケースもある。日本ではあまり例がない病気だが、韓国から中国、マレーシア、カンボジアと、中央、東南アジア圏によく見られるらしい。8週間前といえば俺が来る前のことだが。しかし海外に旅行したとは聞かないし、食べ物にしても、姉は元来、生物はあまり口にしない方で、まして川魚のアライなどは食べないだろう。子供の頃、父方の実家に行くと、よく鯉のうを出してくれた。交通の便が悪い、山の中のことだったから、せめての需要、ごちそうだったのだろう。だが姉は、生臭い、泥臭い、と言ってガンとして食べなかった。ギアニがシャワーを浴びるため、話は一時中断した。浴室に向かう前に2階に上がったようだ。書斎に荷物を置きに行ったのと、今日も俺の部屋で寝ている子供たちの様子を見に行ったのだろう。その夜、妙なところからあの人形の出所が分かった。あの人形は、おそらくは、捨てたものではないそうである。あの人形の所有者は、あの神社のはずだ、と。ギアニはシャワーから戻ると、ビールを出して再び話し始めた。今度は俺が尋ねるというより、彼が俺に畳みかけるといった感じだ。目の枕元にあった人形を見たギアニは、まず、あの人形はどうしたのかと聞いた。俺が答えるより早く、彼は、あの人形を見たことがあると言った。子供の失踪というのは、身の代金の要求とか、表沙汰になるもの以外にも、結構あるそうだ。実数は俺は把握できてはないが、青年の場合ならば家で、駆け落ちがかなりの割合である。だがそれが比較的低年齢、小学生ぐらいの場合には、親、警察などがまず考えるのは、事故だ。ギアニの同級生が失踪した当時、まず側にあった井戸が調べられた。神主の立ち会いのもとで、次に拝殿、社の中だ。同時に、その時同級生が社の奥で猫を飼ってることを知っていたのは、おそらくギアニだけだったのだろうから、当然、彼も重要な参考人として、警察官と共にその場に同行していた。その時に見たそうだ、社の中を。中央に銅鏡のようなものがあって、
その前に黄色い根の穂のようなものがあったそうだ。そして、そのさらに奥、左手に一段低い台、という刀の様ものがあったそうだ。その棚に、二重体ばかりの人形が飾ってあったそうである。顔の作りは、まちまちで、中にはおかっぱ頭の男の子の人形もある。しかしいずれも着物を着ていて、今にして思えば、なんとなくだか、昭和の初期か大正くらいのものではなかったか、そう言っていた。確かにあの人形も、俺の祖母の家あったものと同じ、大正時代か昭和の初期の作、顔は少し扁平だか、何やら気品のある顔立ちだ。作りも今の人形より精巧なような気がする。もちろん、俺はそのあたりのことは素人なのだか。後で知ったことだが、人形というのは、着物をめくると、腹の部分に、その作者の名前が書いてあることが多いそうな。それを知っていれば、あるいは何かの手がかりにはなったかもしれない。み、ギアニの話に戻す。あの人形、顔の作りも、着物の柄も、あの時、棚の一番上の、端にあった人形によく似てると。ギアニの年齢から考えると、当時の県は昭和の40年代も半ばの頃だろう。当時の日本の農村には、まだ小壺なんてものが当然あった。あれ、深さが2メートル近くあって、結構深いんだ。大抵は、木の蓋がしてあるのだが、中には蓋もしてなく、表面がカパカパに乾いていて、周りの地面と区別がつかなかったりする。だから、神社からその子の家までの経路、そんなところにも捜査が加えられた。しかし、その子の行方は用として知れなかった。よく覚えてくれていたと思う、当時のことを。一員として、ギアには、俺と同じメモマだったから、一方は、それを武器にして出世したが、また一方は、それがあだとなり、離婚、退職、俺様、した、話の本筋とは違う、俺の愚痴、止まれ、話は人形に戻る。その社の人形を見たとき、神主が大雑把に説明してくれたそうだ。その人形の由来を、し、神主の話によると、大正の終わり頃、先代の神主の時に、この村でこれらが流行ったそうである。現代の日本では発生も稀だし、症状も軽くに抑えられるが、当時、村、と呼ばれていたこの地域の医療技術や、衛生関連がどの程度のものだったのか。体力のある壮健な男女は治癒したそうだが、結果的に幼い子供や老人にかなりの死者が出たそうである。月ほどで有効は下火となったが、その盛りの時に、先代官主が、疫病、最悪の除けを、かの神社に祈願したそうである。村中総出のことで、歩ける村人は皆集まったらしい。その時に、すでに亡くなってしまった子供らの人形を供養して神社に納めることになったらしい。つまりその人形たちは、その時に亡くなった、すべての子供らのより代みたいなものかもしれなかった。そんな人形を、命は持ち出してきたのだ。結局、その時の原因は井戸からと後になって分かったらしい。どこの家でも井戸に蓋がされ使われなくなり、代わりに脇に祠が建てられた。水質検査をして使用できるようになったのは戦後のことらしい。その夜、命の枕元にある人形を見ながら、寝床で考えた。でも、なぜ将来不なんだ。命なりの供養の仕方なのか。翌日、昼近くになって、俺たちは車で病院へ向かった。今日は老いと命も一緒だ。病室に入っていくと、姉は半身を起こして出迎えてくれた。まず子供たちが駆け寄っていく。姉はギアニの顔を見ると、少し驚いた顔をしたが嬉しそうだった。久しぶりの親子4人の対面。俺は姉に、入院時の足りないものを聞くと、売店に降りていった。姉に言われたものを買うと、この売店には本屋もあることに気がついた。少し時間を潰そうと思った。なるほど、病院には子供から老人まで、様々の人が入院している。絵本から盆栽の本まで小さいスペースながら、様々なジャンルがあった。店内を物色しているうちに、ふと一冊の表紙に目が行った。おそらく自費出版に近いものだろう。想定もただ厚紙にタイトルの、〇〇市郷土民族史、
と印刷されただけのものだった。著者の欄にはまる丸跡あった。その本を持ってレジに向かった。病室に戻ると、姉に売店の袋を渡し、いくつかの会話の後、あとはギアニに任すことにして、俺は病室を出た。今日はこれから、昨夜聞いた、神社の奥の井戸に行くつもりだった。暗くならないうちに。バス停に向かう道々、俺は姉のことを考えた。今日は比較的、楽そうだったが赤い斑紋は増えている気がした。雲状血管腫と呼ばれているそれは、別名、メデーサの首とも言われている。車中では、先ほど買った本を流し読みする。やはり、昨日聞いたこれらの記述はなかった。詩の中では、小さい町だ、あの地域は。だが、それよりも目を引く記述があった。天保年間後期、あの地域を、灯火さ、天然痘が襲ったそうだ。最初、最悪は隣の村から来て、あの村に住み着いた。死者の数限りなく、一日に、棺桶がいくつも寺に運ばれる。しまいには棺が間に合わず、遺体をむき出しのまま、河原で焼いたそうである。死臭と線香の匂いが混じり合い犬もいなくなったそうだ。同時に、隣村からは締め出され、村は完全な孤立状態になった。天然痘の不思議なところは、10人のうち、4人は病にかかり命を落とす。4人は罹患はするがなんとか命は助かる。そして残る2人は、罹患もしないというところがある。生まれつき抗体を持っているのか。その時の詳しい記録は、あの地域で最も古い寺にあると書いてあった。そこまで読んで、俺は思った。あの神社、もしかしてその時に建てられたものじゃないかと。も、バスを降りると、俺は荷物を取りに一度姉の家に戻った。ラジオ付きの非常用懐中電灯、五徳ナイフ、オフロードバイク用の革手袋、そして5メートルと10メートルの彩色2本、針金とラジオベンチ、タッパーとマグカップ。それが俺のフィールドワークの基本だ。まだ夜は高い、だか少し早足で神社に向かう。夏休みであるはずなのに、この神社には大抵、子供は遊んでない。神社の横を通り、さらにその奥、裏手の森に入っていく。井戸はその中にひっそりとあった。屋根も、釣り瓶も桶もない、まさに神だけの井戸という感じだった。井戸そのものは、コンクリでもレンガでもない。自然石を組み上げたもの。ある程度の時間は経っているだろう。周りには苔が生えていた。周りは畳6畳ほど開けていて、地面には丸い石が敷き詰められている。俺はそっと近づいていき、中を覗いてみる。ほんの4、5メートル先で光は届かない。昼間だというのに、森の中は薄暗い。懐中電灯で中を照らしてみる。ずっと下に、あれは水面か。灯りに照らされ反射している。ここで下から、髪を振り乱した女が壁をよじ登ってきたら俺は泡吹いて気を失うだろう。と、どこかの映画のワンシーンを思い浮かべた。そのあたりに落ちている石を拾ってみる、頭上に差し上げ真下に落とす、高さ約2メートル、下に落ちるまで約20フレーム、その石を今度は井戸の中に落としてみる。1、2、3、と数えて約12、3メートルか、中に入る気はさらさらないが、しかしぽちゃんと音がした、水はある。井戸の中を覗いているうちに、なんだか鼻の奥がツンとなった。いわゆるスポット巡り、押している時に、たまに起こる俺の習慣、多分干渉だったろう。この神社が俺の想像通り、その時建てられたのなら、何のためにこの井戸が掘られたのか。あの時、無事治癒し、なんとか命を拾ったものも、結果的には村から追われたそうだ。わずかばかりの食料を与えられ、山の奥に追われたそうだ。つまりは死ね、ということだ。塔跡が残り、失明する者もいた。醜い姿になった彼らは、再び村に災厄を呼ぶと言ってね、抗体を持ち、再び灯火さにかかることはない彼らを。だが、天然痘は完全に世界から駆逐され、文明と技術の恩恵に溺れている俺たちには、彼らの無知を笑う権利はない。帰る時に改めて気がついた、俺が来た左側とは反対に、左側にも誰かが歩いた跡がある。
誰が最近この井戸を覗いたのか。グロ系統じゃないから安心して検索してくれ。これは告発ではないよ、全然。その村の歴史。今、自分たちが住んでいる町、100年、わずか100年前はどうだったのか、少し調べてみるといい。無駄なことはすべてはぶく。およそ200文字、やはり、それで終わらせたい。先を急いでいる人がいるし、俺も少し疲れた。やはりあの時のこと、思い起こすのは少ししんどい。結果的に言うならば、姉は死んだ、そして姪も。はっきり言って、あの家族は崩壊した。残ったのは、老いと彼の弟だけである。今日のオカルトスレ。一人で夜の廃病院行けるやつ www。どんな脳内構造してるんやろな。心霊スポットの写真とか一人で撮りに行ったりしてるやつおるけど。リンク。ADS by Google。イコール。W&W.ADS by Google。プエスエイチ。取り憑かれてるんやで。幽霊信じてないやつは余裕やぞ。無理だぞ、暗闇は本能的に怖いからな。それでも人間って本能で暗闇とか不気味な場所怖がったりするもんやないのか。どこか壊れてるやろ。虫とかドキュンいそうで怖い。入場料取るヤクザが怖い。新潟の某心霊スポット。草。どこのことや？リンク。ここや。ヤクザ以外にも他の見物客と書いて談笑が起こるため特に怖くもなんともない模様。面白そうやから今度行くで。ドキュンには気をつけるんやで。バール持ってくから安心やで。ひえ、向こうも持ってそう。君が一番怖いんやで。栃木の東洋診療所は地元の子供がよく行くらしいな。なんで東洋診療知ってんねん。俺の近所や境、廃病院どころか公園横切るだけでも怖いわ。昔はチンピラやヤクザが集まってて拉致されるという話があったけど、今はいないからな。ニコ生とかで実況してそう。実際やっとるやつ結構おるで。人だかまりやすいし人気ジャンルやわ。廃病院より精神病院の方が怖い。学校もそうやけど、ああいう横にやたら長い上に部屋が無数にある建物は死角が多すぎて怖い。わかる。広島に心霊スポットないんか。原爆ドーム。怖くないんやで。原爆資料館で霊感ある人は感じるとか聞いたけど。ワイの姉上、霊感ありありで平和記念公園の。すぐ近くのマンションから数週間で引っ越した模様。ちな一番嫌な思いしたのは川からだったらしい。お姉ちゃん病院連れてったり。それ信じてるお前も一緒に行くんやで。冷静なレスに笑ってまうわ。有名所はほぼ確実にカラースプレーで荒らされてるから嫌い。ドキュン怖い。急吹上トンネルのあたり普通に民家あるが。夏場ドキュンにイライラしないんだろうか。救急水登ってもう行けないんやっけ？住人が切れて結託してドキュンボコってから封鎖された。そんなところにいる人間がまともなわけないからな。廃病院は、まだ俺的には大丈夫。そこで死んだ人がいるとは限らないわけで。それより明治大盛期に作られたトンネルはマジで怖い。トンネル壁面から手がわらわら出てきて助けてと訴えてくる。地面から頭だけが生えてる、これひょっとして人柱？天井から落すけきよみたいに足だけ出てるやつもいる。俺の力じゃ払いきれなくて南妙法蓮華経で防御するしかない。誰やねん W。見えるんだよ。典型的なのは鶴ヶの柳瀬トンネル。元秋治の鉄道トンネル。あそこは最悪、もう行きたくない。青函トンネルでは就学前くらいの女の子がさまよっとるで。ヌーベイかな？
5年前に神戸のマヤホテル行ったけど死ぬほど怖かったぜ。途中の山道がやばかった。廃病院は医療道具とかが普通に。OJ は、Y が行ったとこは古い患者の写真とか散らばってて怖かったぜ。地下室とかもあったし。ヌーベイといえば医療ミス奥に飛び降り自殺したナースの霊が夜の病院を徘徊してた話あったよな。目が飛び出て足がねじ切れたナースが注射器片手にごめんなさいごめんなさいとか言ってるやつ。さらに死人を出そうとするナースのクズ。元ネタは有名な都市伝説やで、実写版はマジで怖い。廃墟の旅館から遺体発見みたいなニュースたまにあるな。リンク。割と有名な犬鳴きトンネル。怖いもの見た後の風呂は怖い。霊感とかよくわからんけど何か冷えてくるというか嫌な気配があるというか、そういうのはたまにある。福山の沼熊町ってとこら辺で女の幽霊らしきものを見たわ。普通に歩いてたん。トンネル付近に立ってた。Y の持論やけど、幽霊というのは残留思念やねん。嫌な思いしたやつの、嫌な思い、が空間に残ってる、それだけや。逆に嬉しい思いしたやつの、嬉しい思い、が空間に残ってることもあるかもな遊園地とか。幽霊という概念知らなきゃ異霊の森だろうが御巣鷹山だろうが散歩できるやろうしな。深夜のディズニーとか怖そう。深夜のディズニーとかいろいろ不法侵入してたサイト好き。ハラデイ。魚拓したなかったんを。リンク。宗教風土文化に関係なく、死者を埋葬する文化があるのは面白いよな。衛生的な理由かな。宗教なんか全部自然崇拝由来なんやから死して地に帰るという考えが普及するのは当然ちゃうかな。海が近いところは海に流すってのもあるけど、ネアンデルタール人とかの時代から埋葬文化があったって説もあるしな。国道沿いにライダースーツを着て顔が半分ない奴が立ち尽くしてたのを見たこともある。多分10年前くらいに事故死したやつだろう。正月だったんで、もういいだろ、神さんに連れてってもらいな。って呼びかけたら、帰りにはいなくなっていた。お前なんやねん。どこまで本当なん？全部本当やで。父方は神主の、母方は寺の系統や。幽霊団地があるがかなり来てたわ。あそこの空気はやばい。せや、怖いから照明つけたドローンで廃病院撮ったろ。屋上に墜落して操作不能になったんを。本当に、墜落、したのかねえ。あのブログ読みたい。頑張って探してくれやわいはギブアップや。豊島園入った話とかグーフィー殴る話とかもおもろいで。気になるんを。おしまい。